遠藤純喜1人かわして中央に水野、さらに流して向こう側クロスが入ってくる、ファーに出て打てるのか、遠藤まで1回、遠藤シュート打った、決まった、ゴールが認められたか、認められたか、ゴール、1対1の同点です。1対1の同点です。遠藤移籍初ゴール、そして中断期間も初、4試合目にしてチームとしての初ゴールになりました。見事に決めました。この場面ですね、まずこう絡んだ遠藤純喜、そして遠藤圭介、瀬戸の向こう側にボールが出まして、ここですね、よく足を伸ばしました。桃のトラップから見事にシュート蹴り込みました。遠藤圭介